知ってるんですけど、試合の時に練習してるからですね、あれね、打ち続けると負けるから、それは試合 の自分の調子を見て、まあ、そこは決めてもらった方がありがたいです。やっぱり不思議だよね、こういうのは絶対打たないじゃん、まあ、けどなんかこの辺のボールでもさ、こういうのがあんまないじゃん、もっと打った方がいいですね。いや、それは別にお前に任せる、任せる、それは中島の方が上手いから、それは俺がアドバイスできる、サーブとスマッシュだけだから、それ以外はやっぱ試合に、試合を楽しくする秘訣ですね。なんかなんだろう、中途半端に入れに行くと、結構どんどん逆に縮こまっちゃうんですよ。まあまあ、ある程度なんだろう、開放感持ってダメだと大体なんか落ちてくる。ああ、そうですね。ストロークも、ストロークとかボレーも、まあ、最近はそこまで崩れることは、だからちょっと、おととしが良かったよ。え、そうでしたっけ、おととし自分、川島さんと組んでました。そう、対戦してる時は良かったでしょ。結構、安心できるのが安心、結構なんか、中島のサーブを止めればやっぱ崩す、崩す、アンダー上がってるはずですね。そうだ、あとあんまり意識してやろうと思います。
島ペア、中山小山ペア、リフコートに変更で試合を開始してください。クリック。やばいもう。なぜあんさん、ああ、チケット、はい、ジャパンウェア、キャンセルするよ、だって、1週間の違いだったら行きたいですよね。上田さん、世界選手権行かないんですか。へぇ、
出しをいたします。山口の S5 かな、まあ、本当は6も最近出たんだけど、俺が使ってるのはギャラクシー S2 なんだよ。結構出てきて、もう4年ぐらい同じモデル使ってる。じゃあでもよかったよ。帰ろうか。あるよ、ごっちゃん知ってるよ。でもなんか精神的に負けた。いや、精神的に負けた。ゲームでしょ、あの2人何までやってるの。練習しといて。じゃあどうなんだよ。負けたよ。なんか悪いか。負けたよ。偉そう。そう、悔しいんだよ。こっちは静岡市民なの。それね、ママと首元ずっと話せて。静岡さつまんないじゃん。
Yeah.
ていこうかな。ファイブレ？ねえ、ファイナルです。あ、ファイナル。1回戦で勝ってきてない。長いんだもん結構。さあ。金子塾だ。金子塾だ。
違うのThank you.
Thank you.